はい、アンディです。今回はですね、ライカ SL2S、こちらを持ちまして琵琶湖の方にドライブ行ってきました。今回は ND フィルターですね、こちらをちょっと検証していきたいなと思っております。で、今回のラインナップはこちらですね。最初の目的地が琵琶湖の上にある鳥居、画面の、中央ちょっと右に見えてますが、早速行ってみたいと思います。はい、今回お邪魔したのがね、こちらの白髭神社と呼ばれる神社さんですね。オフィス業代表の花さんがお手伝いしてくださいます。こちらなんですが、琵琶湖の湖面にですね、鳥居が立っているというちょっと珍しいような神社になっておりまして、こちら撮影したかったんですけど、どうもね、あの道路を横断禁止ということで、どうやって撮ろうかなと迷ってたんですけど、なんかね、ここに櫓みたいな、なんか物見台があったんですね。いやー、多分ね、皆さんがいっぱい渡るからこういうのが作られたんじゃないかと思うんですけども、さすがですね。こちら早速登っていきましょう。ここから眺めて撮るっていうことでね、最初ライカ Q2 も持ってきてたんですけど、さすがにちょっとここからの画角でね、 28mm で撮るっていうのも難しかったっていうことで、もうライカ SL2S1 本に絞って、撮っていこうかなと思っております。近江最古の大社ということでね、じゃんじゃん、こいつで撮ると近くに行けます。バリオエルマリート70mm で撮っていきます。こんな感じで、F10 ぐらいで撮ってるんですけども、ちょっとどうしてもしらっちゃけてくるってことで、本当はね、もっとね、シャッタースピード遅くしたかったっていうのもありまして、いよいよあのアイテムの登場ですね。ちょっと白いので秘密兵器を使います。じゃんじゃん、 ND フィルター、下で撮ります。さっきちょっと上がるすぎた、それを抑えて、これ車の通った影が見えて面白い。本当だ、シャッタースピードをめちゃくちゃ遅くしてます。これでね、シャッタースピード8分の1から5分の1程度っていう感じで、F1 も大体2桁ですね。なんかね、すごいこう重々しいと言いますか、なんかどっしりとした写真が撮れるんじゃないかなと思ってまして、結構ね、僕ね、シャッタースピード5分の1とか8分の1が好きっぽいですね。でもね、まだまだ使い慣れてないと言いますか、今回これ初の ND フィルター仕様だったんで、どういう設定がこうハマるのかみたいなところがね、まだいまいちこう使いこなせてないんですよね。そういう意味もありまして、この後ね、もっともっといろんな場所でちょっと ND フィルター使って撮っていきますので、ぜひね、最後の方までね、作例見ていただくと違いが分かってくるんじゃないかなと思ってます。光が差し込んでる、ここじゃ。はい、こちらはね、 ND フィルターなしで、周辺を撮ったものになりますね。言ったらね、色加工、その現像してしまうとそこまでの違いがないといえばないのかもしれないんですけど、空の色とかがどうなんですかね。なんか ND フィルターない方がやっぱちょっとクリアというか、 ND フィルターをつけた方が少しこう重厚感のある重々しいような、そんな印象になるんじゃないかなと僕の中では勝手に思ってるんですけど、いかがですかね。あとはね、シャッタースピードとかの好みですね。 F 値とかですね、この辺りはね、 F14 のシャッタースピードも 500mm 撮って結構重々しく、これはこれでやっぱ好きです。はい、で写真撮影するだけではなくてですね、お参りもしていこうということで、白髭神社に参拝しております。僕もね、
改めて、初詣は別で来ましたけど、1年の健康と良い写真が撮れるようにとお祈りしております。さて、ここからが後編です。車を飛ばしましてね、琵琶湖の逆側、対岸の方に渡っていきたいなと思っております。通過したのがね、これが、琵琶湖大橋でしたかね。結構長くて、大きな橋でした。通行料が150円だったですかね。これを使って琵琶湖の反対側に行きます。さて、ここからね、じわじわと ND フィルターの実力見えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までゆっくりお楽しみいただきたいですね。で、ここでも ND フィルターをつけてね、撮影しています。明るかったので ND フィルターを撮ってもらいました。これでいきます。はい。はい、スペードはこんな感じですね。25分の1のシャッタースピードで、だいたいもう F22 でこの辺りを固定し始めてるんですかね。で、やっぱりこうちょっとシャッタースピードを遅くすることによって、琵琶湖の水の感じとか、まあ、なんかちょっとこう雲のふんわりとした感じといいますかね、なんというかね、このニュアンスがちょっと変わってくるんですよね。この辺が結構僕は好きで、あと風になびくこのすすぎの雰囲気とかね、やっぱ動いてるものがちょっとこう取れるっていうところ、これが50分の1かなんですけども、で、この辺りはですね、可変式の ND フィルターを使ってるというのもありまして、まあ、明るい側を使ってみたりとか暗い側を使ってみたりとかで、ちょっといろいろ試してるってところで、まあ、なので、F22 のままで、50分の1とかでも取れるっていう感じですかね。これはだから明るい側に撮ってる感じですね。この辺りまだまだね、全然ね、探り探りっていうところが強いです。やっぱ自分の色になるかどうかっていうところをね、ずっと探していってるっていうか、この辺りはありますね。ちょっとずつね、手応えがつかめてきてるっていうのがこの辺りの状況じゃないかなとは思うんですけども、まあ、やっぱね、道具ってね、使い続けていかないとね、なかなか分かんないですよね。さて、ここからまたさらに場所を移動しまして、いよいよこう自分の好みの ND フィルターを極めていきたいなと思っております。結構ここから絵柄ががっつり変わってくるんでね。はい、この辺り F 値を開放にして、で、シャッタースピードを絞ってみたり、逆に F 値を上まで上げて、で、シャッタースピードを下げてみたりで、いろいろちょっとね、自分の好み試してますね。 0.6 秒で F20 ですね。この雰囲気が、まあ、好きな方ももちろんいると思いますし、この6分の1、これ結構僕好きですね。このイメージかなと思ってます。これがね、F2.8 まで開いての500分の1。あえてちょっとぼかしてますね。で、同じような条件で F3.2 まで、開放値に近づけて、この感じ。これがね、5分の1までシャッタースピードを下げると F22 で撮って、少し湖面がね、ポロッとしたような印象になるんじゃないかと思います。これは、シャッタースピード6分の1、このね、ちょっとトロッとした感じがね、好きなんですよね、僕はね。はい、これ500分の1までシャッタースピード上げまして、 F2.8、 いや、なんかでもいい感じですよね。僕はこれ好きなんですよね。これも同じような感じで撮ってますが、ちょっとノスタルジックというか、フィルムチックというか、そんな感じでしょうか。はい、それに対してまたね、5分の1まで、シャッタースピード下げましての F7.1。 いいっすね、トロッとしてますね。この辺りはね、ほんと F 値を上げ下げしつつ、シャッタースピード上げ下げしつつでね、いろいろ試してます。ここまでね、光をバキッと通ることができるのも、まあ、ND フィルターの特徴の一つなのかなっていう気はします。さあ、いよいよ日も暮れてきましてね、オーラスですね。もうここまで来たらね、だいぶどういう表現が自分が好きなのかっていうのが見えてきたかなっていう部分ありまして、まあ、ND フィルターも結構僕暗めに使う方が好きっぽいんですけど、で、その分シャッタースピードをゆっくり下げられるってことで、だいたい5分の1ぐらいが好きなのかなという気がします。それでね、撮っていく作例をぜひね、この後ご覧いただきたいですね。はい、この辺りからもうちょっとね、表記やめて作品だけ見てもらおうかなと思いまして、この色味感ですね、この後トロッとした湖面の表情で、うっ
すらとねこう色づいている、パステル調の色というんですかね。あ、この辺りは本当に僕の中ではすごく好きな感じで、で綺麗な中にもちょっとねこうくすんだ黒みもかかってきたりとか、あとこのね釣り人の方のねなんていうんですかねシルエット、こういうのも好きですね。これは完全に多分 F 値開放まで持ってってると思うんですけど、いやーいい感じになってきたなというのが後半戦の感想でした。空の様子、雲の様子で、このトゥルトゥルの湖面ですね、湖、いやこれはすごいやっぱ好きですね。はい、これもね完全に夕日をバックにしたシルエットになっておりますけども、空のね赤とこの雲の切れ目、いやこの辺りとかももうたまんないですね。シルエットがまあもともと僕は好きなんで、はい、そんな感じでねまだまだ僕この後もガンガン撮り続けてもう日没してしまったんですけども、いやなんかね ND フィルター初めて使ってみましたけど結構自分の好みな表現ができるなっていう感覚にはなりました。まだまだねほんと使い始めたばっかりなので、ちょっとここからさらにね追い込んでいきたい、突き詰めていきたいなという思いは強いです。ライター SL2S もねこういったなんかまた ND フィルターを使うことによってのね新しい才能ポテンシャルがなんか見えてくるみたいなところもあったなと思ってますので、ここからますますね精進していきたいと思っております。カメラ沼、ライカ沼に沈んでいるダイバーの皆さんね、ぜひ僕と一緒にチャンネル登録していただいて、より深い沼に沈んでいけたら楽しいなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。